家御殿舗家御殿舗家御殿舗は、沖縄県那覇市首里医市峰町にある、琉球王族、家御殿の歴代母である。墓様式は、沖縄地方特有の吉光母で、かつ1687年に建造された、県内最古の吉光母の一つである。1999年12月1日に、国の重要文化財に指定された。家御殿は、第2直し応答第4代。 小生王の第七王子、家王子長儀を元祖とする御殿である。厚生家父によれば、四世朝時期の時に、西原紛利市峰村に五丹八世二十三歩の墳地を配慮し、1687年、五世朝、吉見が父の遺志を継いで墳墓を完成させた。家家の伝承によれば、この墓は大老に風水を見てもらって造営されたという。 大老とは総督路のことで、沖縄では、チャンタールーと呼ばれていた。民進行大気に、復讐から琉球へ亡命してきた、中国人で、那覇の泉崎に居住し、漢学を教える傍ら、風水を見たりして暮らしていたらしく、その名は、帝よりのりの病学規約にも記されている。墓本体は幅約11メートル、奥行きが、約17メートル、面積が、 約140平方メートルで、周辺の樹木が生い茂る。現在の墓域は2266平方メートルある。墓本体は斜面を切り開いて作られた墓室とその、前面の袖垣によって囲まれた墓庭からなる。墓庭は、墓室よりの酸味でと、手前よりの縄に分かれる。墓本体の大きさは、後年作られる他の御天墓と比べると小さいが、 貧噴を描く以外は、野城間合い、牛、空など、近代の木工墓の要素をすべて備えている。母室正面の眉と呼ばれる屋根部と、母室入り口の間が、後年の木工墓に比べると狭く、初期の木工墓の特徴を示している。主要部は、漆喰塗りで化粧され、母室内部は、町と呼ばれるアーチ式の石組みになっていると言われる。造母年の古い木工墓としては、 おさまるの墓も知られているが、文献によっては、家ごてんぼを最古としている。沖縄戦で一部破壊され、霧石の代わりに戦後コンクリートブロックやセメントで一部、補修された部分はあるものの、全体的には、保存状態は良好である。初期のキッコであること、被装者の身分の高さ、保存状態の良好さ等から、その価値は高く、キッコの様式の変遷や発展史を考える上で、 重要な墓であると言える。1999年、国の重要文化財に指定された。エビ一国指定文化財データベースあくまで明治の借款法による計算。ありがとうございます。